リンリン、ハロー、パラレル、リンパラレルのリントです。はい、ということでね、はい、今日もロペ様をハンドリングしつつ、サバンナモニターのシェフィーね、4日目のハンドリングをしていこうかなと思います。よいしょ。ちょっとね、今バスキングライトをここと奥の方にも増やしてみました。水場あの水の容器がねこうやってあるんですけど、ここにね、これこうするか、こっち消せばいいか、よいしょ、水場があるんですけど、あの水場をねちょっと温めてあげようかなと。でさっき帰ってきた時にちょっと冷たい感じだったんで、あんまり冷たすぎるのはどうかなと。で今ね、あのこの真ん中ら辺で30度あるような感じにしてます。で、ひとまずはねそんな感じでやっております。はい、っていうところですね。ひとまずはそんな感じで、やばい、帰ってきて脳が停止している。まあひとまずそんな感じで、ケージのレイアウトしている状態になってます。じゃあ早速ね、ハンドリング失礼、暴れないでね、暴れないわ。はい、2匹、暗いけど2匹。こうやって見るとさ、やっぱロペでっかくなったよね。うん、まあでもサバンナモニターはね、半年ぐらいで30センチとか40センチとかいくらしいんで、ああごめんごめん、ちょっとバランス良くなかったね。そうそうそう、結構長くじゃない、でっかくなるらしいんでね、あの、あれなんですけれども。あ、やばい。今気づいた。これ2匹手に持つとさ、私動画止めれないんだけど。動画止めれないんだけど。なんか、こういう感じでピッてやったら止めれるか。そう。気づいたらロペもすごいでっかくなって。ロペも最初ね、これぐらいのサイズだったんですよ。サイズ感的に。気がついたらこの大きさですよ。脱皮もいっぱいしてるしね。あと、一週間に一回ちゃんといっぱいご飯食べるしね、バクバクってね。そう、ただね、ちゃんと太らないようにやってて、お腹つかないようにちゃんと育ってます。そう、肥満にね、あの、トカゲちゃんってなって、亡くなっちゃうことが多いんで、餌のあげすぎだけは気をつけて。この子はね、最近2日に1回にしてます。あの、あんまり、こっちもね、上げすぎちゃうとあれなんで、こういう感じでね、お腹がこう歩こうとした時にペタッとつかないように地面に、そこがね、肥満か肥満じゃないかの見るところですね。なんでこの子もお腹がペタッと地面につかないような育て方をさせたいですね。まあただサバンナはね、どこ行くのロペ、どこ行くの。サバンナはね、ベビーの時は結構食べさせて脂肪体っていう期間があるらしいんですけど、そこに蓄えさせてあげるようにした方がいいみたいで、最初は。で、育ってきてからご飯を1週間に1回っていう感じで、ちっちゃい頃はね、食べるのであれば、まずは食べさせてあげる。で、そっから、ヤング、アダルトになっていくにつれて、餌の量を変えていくっていう形がいいみたいですね。ロペもなんか落ち着いてますね。ロペはどこに行くんだい？そっち行けないよ君。ね、行けないよ。ね、ロペ行けないって。頼むから手に行って。はい。二人ともおとなしいっすね。シェフィーがね、オスかメスか分かるとちょっと嬉しいんですけど、何回見ても判別つかないです。なんかこの尻尾のところの、あのお尻の部分かな、
の大きさ太さとかで判別するとかいろいろ書いてたりするんですけど、わかんないっす。いやー、この子さ、顔が綺麗よね。君たちさ、顔いいよ。イケメンだよ、ほんとに。食べちゃいたい。ああ、ちょ、私の手の角度が無理、それ。手首の角度がね、もう無理よ、それ。ちょっと、ロペ。ちょっと私の膝の上に、あ、そう、偉い、はいはい、っていう感じでございますね。とりあえずはこんな感じで2人ともおとなしく、おとなしくはねえや。おとなしくしててほしい。こんな感じでございます。一旦ね、こっちの手に乗せて、動画を締めていこうかなと思います。ということでね、今日の4日目のね、ハンドリング日記でございました。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。